イザヤ書、二十九章。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ。年に年を加え、祭りを巡りこさせよ。私はアリエルを敷いたげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、私にとっては祭壇の炉のようになる。私は、あなたの周りに陣を敷き、全勝舞台で囲み、あなたに対して類を築く。 あなたは低くされ、地の中から語りかけ、あなたの言葉は、塵の中からつぶやく。あなたの声は、死人の霊のように、地の中から出て、あなたの言葉は、塵の中から囁く。しかし、敵の群れは、細かい埃りのようになり、横暴な者の,の群れは、吹き飛ぶ麦柄のようになる。しかも、それは突然不意に起こる。万軍の主はあなたを訪れる。 雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これをせめて取り囲み、これを敷いたげる者たちは皆、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めると、その上は満たされず、乾いている者が夢の中で飲み、目が覚めると、 実に疲れて喉が渇いているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもこのようになる。驚き、たじろげ、目を閉ざされて盲目となれ、彼らは酔うが武道酒のせいではない、ふらつくが強い酒のせいではない。主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、預言者というあなた方の目を閉ざし、先見者というあなた方の頭を覆われた。 そのため、あなた方にとっては、すべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い,い、また、読み書きのできない人に、その書物を渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えるであろう。主は言われた。それは、 この民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことである。それゆえみよ、私はこの民に再び、不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。災いだ。 主に自分の計りごとを深く隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして言う。誰が私たちを見ているだろう。誰が私たちを知っているだろうと。ああ、あなた方はものを逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、 彼にはわきまえがないと言えるだろうか。もうしばらくすれば、確かに、レバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇から物を見る。柔和なものは主によってますます喜び、貧しいものはイスラエルの聖なる方によって楽しむ。 横暴な者はいなくなり、あざける者は耐え果て、横島なことを企む者は皆、立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、縄文で戒めを与える者に罠を仕掛け、正しい人を理由もなく押しのける。それゆえ、アブラハムをあがない出された主は、ヤコブの家についてこう言われる。今からヤコブは恥を見ることがなく、 今から顔が青ざめることはない。彼が自分の子らを見て、自分たちの中に私の手の技を見るとき、彼らは私の名を生とし、ヤコブの聖なる者を生として、イスラエルの神を恐れるからだ。心迷う者は理解を得、不平を言う者も教訓を得る。